なぜ大スポットを破壊しなかったかわかるか？なぜだ？それはな、大スポットで俺が6を出したらお前に6000ポイントのダメージを与えることができる。出せるわけないだろ。つまりその瞬間、お前みたいなやつが私の価値が確定するということだ。いや、なめくそったこと。出すね。行け、ゴッドスライムで攻撃。運命のダイスロール。くそ。ゴだが2500ダメージ受けてもらう。さらに神の効果で1000ダメージ。ゴッドブレイズキャノン。そして現れる2匹目のラーの抑進流効果発動。パワー1900。バトルだ。ゴッドブレイズキャノン。いけ、コピーカードのラーの方でな。そして神のコピーカードを使うということは神の罰を受ける。俺は今だから電流すげえ雷に打たれている状態で、私はだが耐えられるね。私ならね、コピーカードを使ったとしても。カオスポットだ。あーラーがあ、無駄な命削りだったようですね。そうやって神に何でもかんでも頼ってるから何もできなくなるんですよ。ゴッドブレイズキャノンならば耐えられると思った。このカードは相手の効果を受けない。ゴッドブレイズキャノンでもダメなのか。来たな、ファイナルターンだ。ドロー、反転召喚、大スポット、運命のダイスロール 3! ぐー 6だぞ。やったー。 ありえない。やったやった。